フランツ・ベーケは、ドイツの軍人。最終階級は、陸軍少将、突撃隊大佐。第二次世界大戦では消火器を用いて、至近距離から敵戦車を撃破するなどの功績を挙げ、わずか160人しかいない白洋、天津撃私鉄十字章受賞者の一人となった。また、大戦中に79両の敵戦車を撃破した、戦車エースとしても知られる。 1898年2月28日、米家は、ドイツ帝国、プロイセン王国のヘッセンナスサウ地方にある、シュバルゼンフェルスに生まれた。第一次世界大戦の勃発を受け、1915年5月に、ドイツ帝国陸軍へ志願した、彼は、不評連隊に配属され、西部戦線へ赴いた。1916年には二級鉄十字章を、受章している。 1919年1月に陸軍を除隊し、この時点の階級は士官候補生であった。1921年までフランツフォンエップによる右翼系準軍事組織ドイツ義勇軍に身を置いた。この時期にはビュルツブルグで薬学や科医学の勉強も行っており、1923年に科会学博士の称号を受けた。1933年3月1日に、 ベーケは突撃隊へ入隊した。ここでの最終階級は1944年8月時点で突撃隊大佐である。彼はこの間ハーゲンで司会士として活動していた。1937年に予備役として軍へ復帰して偵察部隊へ配属され同年予備役将尉に任官した。翌年チェコスロバキア占領に加わっている。 白洋付騎士鉄十字章の授与式。左からアドルフ・ヒトラー、バルター・ランギ大佐、テオドール・トルスドルフ少佐、ギュンター・パーペ大佐、ベーケ少佐、ベーケは1939年8月1日付で招集され、直後に第一系師団第65追戦者大隊の招待指揮官として、ポーランド侵攻に参戦した。この第一系師団は1939年10月に、 第六装甲師団へと名称を変更し、彼はこの師団で、フランス侵攻やバルバロッサ作戦にも従軍した。スターリングラード攻防戦では包囲された第六、軍救出のため冬の嵐作戦を発動している。結果としてこれは、失敗に終わり、彼らはハルキウへ撤退を余儀なくされた。1943年1月に、騎士鉄十字章を受章。6月のチタデレ作戦では、 ベルゴロド付近で戦い、その後ドニエプル川方面へ移動した。彼はこの作戦で、白洋付き岸鉄十字章の受章に至った。1943年11月1日、ベーケは第11総高連隊長に就任した。12月、所属していた第530戦車大隊を中心に、ベーケへ戦車連隊を組織するよう命令が下った。 彼の名を冠した連隊は46両のパンターや34両のティーガーアーイからなっており、その他に自走砲大隊や機械加工兵大隊なども加わっていた。1944年1月、彼は重戦車連隊を率いて戦闘に赴いたが、この時彼は消火器のみでソビエトの戦車3両を撃破する活躍を見せた。これにより戦車撃破賞を受賞した。 コルスン包囲戦では、囲まれたウィルヘルム・シュテンマーマン率いる、シュテンマーマン集団救出のため決心の抵抗を行い、救出に成功している。これらの活躍によって、彼は2月14日に、白洋、天津劇私鉄十字章を受章した。彼の受章は、ドイツ国防軍で49人目のことである。1944年5月には、予備役大佐へ昇進し、 フェルトヘルン派で装甲旅団の司令官に就任した。米家率いる部隊は9月7日から8日にかけての深夜にオメッツ付近でアメリカ軍内90不評師団に対し奇襲を観光している。しかしアメリカ側の反撃にあい8日夕方の段階で30両の戦車、60両のハーフトラック100両近くの軍用車両を失う損害を負った。また彼の指揮下にあった 不評部隊の損害も同様に深刻であった。1945年2月28日、米家はそれまでの予備役から現役軍人へと登録が変更された。3月10日には、正式には第13装甲士団である第2フェルトヘルンハレ装甲士団の司令官に就任し、ハンガリーへ移動した。彼の士団はフェルトヘルンハレ装甲軍団の一部として、 ハンガリーやチェコスロバキアでの撤退戦に従事した。4月20日には少々へ昇進した。5月8日にアメリカ軍に降伏。米家は2年間抑留された後、1947年に解放された。ハーゲンで司会委員を開業したが、交通事故に遭い1978年12月12日に暴風もで死去した。第1軍及び第19軍は、 第106走行旅団での優秀な指揮を理由に、米家を白洋兼ダイヤモンド付き私鉄十字章に推薦したが、ハインリヒヒムラーによって拒絶されている。ありがとうございます。